はい、ナマステ。はい、これは、行動通信アプローチですね。JFND 行動通信アプローチの2本目のビデオになります。はい、このビデオでは、文系シラバスと行動通信アプローチの、違いについて、ちょっと話をしてみたいと思いますね。はい、まず左側に、文系シラバスがありますね。はい、で、この文系シラバスの方は、出発点は言語なんですね。言語について、考える言語について教えるというのが、文系シラバス。で、行動中心アプローチは行動ですね。行動。まず最初にこの行動をするには何を教えればいいかということを考えます。で、目標はですね、文系シラバスの目標は言語の構造などを知ることです。言語の構造、つまり文法とか語彙とかそういうことを、知ることですね。で、一方、行動中心アプローチの目標は日本語で何らかの何かの行動ができるようになること。それが、行動中心アプローチの目標ですね。で、これは目標だけではなくて、テストもそうです。テストも、文系シラバスだと、その言葉を知っているかとかいうことがテストになりますけど、行動中心アプローチでは、日本語を使ったその行動ね、目標になっている行動ができるかどうか。それが行動中心アプローチのテストになりますね。でね、文系シラバスの、コースの形としては、文系の積み上げ、つまり簡単なものから、前の課で勉強した文法は、もうちゃんと勉強したという、そして勉強して身について、その上で、その次に新しい文法を勉強するっていう、そういう形ですね。で、行動通信アプローチの方は、そうではなくて、螺旋状にね、スパイラルにこうやって登っていくイメージがあります。なので、一つのところでできなくても、またそこに戻ってくるので、その時に2回目にできればいいという、そういう感じになりますね。はい。で、文系シラバスで、有名な教科書としては、非常にオーディオリンガル的な教科書としては、みんなの日本語というのが有名です。はい。で、これはもう本当に1980年ぐらいのとても古い考え方の、教科書ですね。はい。で、もうちょっと新しい文系シラバスの教科書としては、コミュニカティブアプローチ、コミュニカティブ・ランゲージ・ティーチングとも言いますけど、そういうものとしては、元気っていうような教科書もありますね。文系シラバスですけど、インフォメーションギャップとかね、そういうものがあって、コミュニカティブアプローチ的な教科書になっています。一方、行動通信アプローチの、有名な教科書としては、丸ごととか彩りが有名ですね。できる日本語も、厳密に言うと、行動通信アプローチっていうよりも、そうですね、タスクベーストラングエッジティーチングとか、そちらの方になるんだと思いますけど、でも、基本的にはほとんど同じです。CAN DO で、シラバスが CAN DO でできている、そういう教科書ですね。はい。はい。で、あとね、考え方もとても違います。文法シラバスの人はですね、やっぱり出発点が言葉なんですよ。なので、その言葉を見て、この文法が使われるのはどんな場面だろうというふうに考えますね。これが文系シラバスです。それから、この文法を教えたら何ができるようになるだろう。こういうふうに考えるのも、文系シラバスの人たちですね。で、一方で、行動中心アプローチの人たちは反対なんです。反対。見るのは言葉ではなくて行動なんですよね。行動。なので、この行動をするために必要な文法は何だろうとか、それから、この行動は何も言葉を使わなくてもできるなとかね。そういうことを考えるのは、その行動中心アプローチ的な考え方です。皆さんもね、ぜひ、今までの言葉の先生は、今まではその言葉を見ていろいろ考える人が多かったと思いますけど、皆さんもこの行動中心アプローチのコースに今参加していますから、言葉じゃなくて行動ですよね。毎日歯を磨いたり、朝起きたり歯を磨いたり、服を着替えたり、ご飯を食べたり、学校に行ったりね、そう。そういう行動をするときに、毎日、この行動をするために必要な文法は何だろうとかね、そういうことを考えてみてください。もちろん文法だけじゃなくて、言葉とかね、
それから漢字とか、そういうこともあると思います。この行動をするために必要な漢字は何だろうとか、そういうことをですね、皆さんも毎日考えてほしいと思います。はい、あとね、一つの例えですね、メタファーとしては、言語中心の場合ね、文系シラバスもそうですけど、言語中心の場合は、より広くっていうイメージがあると思います。その言葉全体を網羅する、全体をカバーするような、そういう、見方をしますね。で、例えばその日本語っていう言葉がね、一つの森だとしたら、森の中を詳しく調べていくような、森全体ですよね。森全体をく、あの詳しく調べ、知りたい、調べたい、そういう人が言語通信ですね。これなので、イメージとしては探検家というイメージにとても近いと思います。この言語通信の人たちはね。はい、一方で、行動通信のアプローチの場合は、航海者というイメージがとても近いと思います。より遠くに行きたい。より早く、より遠くに行きたい。今、ここにある森の中を調べるっていうよりは、地平線の向こうに何があるんだろうっていう、そういうことを知りたい。そういう人は行動通信アプローチっていうふうに考え、あの、えー、そういう的な、あの、行動通信アプローチ的な考え方がしやすいと思います。で、そのためには、寄り道をしないで、より遠くへ、より遠くに行くことが大切になってきますね。なので、イメージとしては、探検家ではなくて、航海者に近いような、そういうイメージが私にはあります。はい、あとね、シラバスね、シラバスの、複雑さもとても違います。なんでかっていうと、言語中心のね、場合は、文系シラバス全部そうですけど、基本的には日本語を教えているだけなんですよ。なので、日本語っていうのはもう、どの教科書でも同じです。基本的には同じ。時々ね、関西弁とか、あと沖縄の言葉とかね、それを教える教科書があるかもしれませんが、基本的にはみんなの日本語で教える日本語も、それから、元気とかね、大地とか、そういう文系シラバスの教科書で教えている内容は全部日本語です。はい、なので、基本的に全部同じなんですね。はい、だけど、行動中心アプローチの場合ね、それはみんな行動になりますよね、行動。なので、行動は人によってとても違います。例えば、育児ね、育児、こ、あの、子供を育てる育児ですね。育児で必要な日本語は、と、あの、このホテルで働く日本語とは全然違います。はい、あと、ホテルで働く日本語も、と、ホテルで、お客さんとしてホテルに行く、そういう日本語も全然違いますよね。あと、日本に ALT ね、アシスタントランゲージティーチャーとして日本に行く、そういう人の日本語、それから空手の、練習の時に使う日本語とか、そういうのは全部、全く違うものになります。なんでかっていうと、行動が違うからですね。はい、なので、行動通信アプローチの場合は、教科書の内容も全く違うものになってくるわけですね。はい。でね、今までのコースの例としては、就労関係。就労っていうのは要するに仕事なんですけど、はい。仕事と、それから生活関係、そして留学関係、そしてその他に、趣味に関係する行動、そういう行動の、行動中心アプローチのコースを開発してきた、人たちがいますね。てかね、本当はもっともっとたくさんあるんですけど、それ公開してもいいですか？インターネットで他の人に紹介してもいいですか？っていう時に、はい、いいですよ、紹介してくださいと言った人たちの、リストが50個ぐらいあります。皆さんは今このリンクを開くと、それを見ることができますね。これはこういうウェブサイトで公開していますけど、例えば就労系っていうのは仕事ですね。仕事では、例えば寿司屋のホールで働くとか、図書館員とか、冬の北海道のリゾートホテルのフロントとか、こういうのが仕事関係、就労関係の行動ですね。それから生活系としては、医療って言って、病気の時にどういう行動をするかっていう、そういうことを、
そういう日本語を教えるコースもありますし、それからやっぱり育児もありますね。いろいろな、子供を育てるときにいろんな行動をします。その行動に必要な日本語もあります。それからその他っていうのもありますね。その他っていうのはこの医療でも育児でもない、だけど生活関係、日本に住むと必要になってくるような、そういう、行動です。あとは留学の関係の、行動もありますし、趣味もね、すごくたくさんあります。ちなみにね、この上の3つですね。この、就労系と生活系と、それからこの留学系っていうのは、文化庁が、定めている日本語の、参照枠の中でもこの3つが取り上げられていますが、ですけどね、実際にオンラインで教えたり、勉強したりする人にとっては、趣味ね、趣味もこれもとても大切なので、で、かつその、やっぱりそれで勉強したいっていう人もたくさんいるので、この JFND の行動中心アプローチのコースでは、こういうね、スポーツ関係の趣味とか、旅行の趣味とか、音楽の趣味とかね、あとそれ以外も着物とか、宴会です、幹事をするとかね、ゲームをするとか、そういうその、いろんな趣味、いろんな趣味に関係しているコースも開発されています。興味のある人はぜひね、さっきの、この、リンクを開いて、これね、これ黒いところはね、実はまだすいません、中身、ちょっとリンク貼ってないんですけど、こういう緑色のところはもうリンク貼ってありますので、ぜひ、見てほしいと思います。では次のビデオでは、じゃあ日本語教師、私も含めてね、ここに参加している人は日本語教師の人が多いし、それから日本語の教師になりたい人が多いと思いますね。ですので、日本語教師を、例にとって、実際に行動リストを作ってみる。そういうのをやってみたいと思います。それではフィルムレンゲー。